坂倉翔吾は、千葉県インバーグ市水町出身のプロ野球選手。宇藤左田。広島東洋カーアップ所属。打席での、坂倉四水町立四水小学校時代には、1年次から四水ビッグアローズに所属。当初は保守だったが、5年時に当主へ転校すると、6年時に千葉県大会へ出場した。四水町立四水中学校への進学後は、 ヤ千オ中央シニアに所属しながら、保守へ復帰。中学3年の春には、ヤ千オ中央シニアの正保守として、シニアリーグの全国大会で優勝を経験した。高校への進学に際しては、県外外の30校近い野球競合校から勧誘されたが、3年完了で生活しながら、野球だけではなく人間力も磨きたかったという、思いから、 日本大学第三高等学校への進学を決めた。一年時には持ち前の強権を生かすべく外野手としてプレー秋から4番打者としてレギュラーに定着したが、二年次の秋から正保守になった。在学中は春夏とも甲子園球場の全国大会へ出場できなかったが、対外試合では通算で25本塁打を記録。二年次月の選手権。 西東京大会準々決勝では、神宮球場のバックスクリーンを直撃する、本塁打を放っている。2016年の NPB ドラフト会議で、広島東洋カープから4巡目で指名。契約金3500万円、年俸500万円という条件で入団した。背番号は61。2017年には、7月13日の、 フレッシュオールスターゲームにウエスタンリーグ選抜の保守として途中で出場。9月23日の対オミウリジャイアンツ戦8回裏に代打で一軍公式戦へのデビューを果たすと同月30日の対横浜 DNA ベイスターズ戦では延長10回表の打席で一軍公式戦初、安打、初打点を田中健次郎からの適時に点打で記録した。 広島の高卒新人保守が1軍公式戦で安打を放った事例は1965年の絹笠、吉尾以来2人目である。1軍公式戦への出場は3試合にとどまったが2軍のリーグ優勝で臨んだ10月7日のファーム日本選手権では同期入団の高卒投手高橋昇成とのバッテリーでフル出場。読売ジャイアンツ打線を2点に抑え2軍チームを 史上初の日本一達成に導く3点本塁打を放つ活躍で MVP を受賞した。2軍では公式戦99試合へ出場し、リーグの規定打席へ到達。本塁打は1本にとどまったが、チームメイトのアレハンドロ・メヒアに次いでリーグ2位の打率、298を記録した。さらに、シーズン終了後にはウエスタンリーグを代表して、 ビッグホープ賞を受賞している。2018年には7月12日のフレッシュオールスターゲームではウエスタンリーグ選抜の5番指名打者としてフル出場を果たした。一軍公式戦にも代打を中心に9試合へ出場したが打率は125で後半戦は1軍から遠ざかった。2軍では公式戦58試合に出場。 規定打席には到達しなかったものの、打率329、4本塁打という好成績を残した。シーズン終了後の周期キャンプでは、丸加工が国内 FA 権を行使したことを踏まえて、外野の守備練習も再開している。2019年には移籍した丸の後がまとなる一軍の3番打者候補の一人に浮上。星としての登録を続けながら、春キャンプからは、 外野手としての実践経験も積んだ。レギュラーシーズンでは、プロ入り後初めて開幕1軍入りを果たすと、3月31日に、読売ジャイアンツとの開幕カード第3戦で、6番左翼手として、初めて先発出場。8月1日には、東京ドームでの同カード9回表に、1軍公式戦での初本塁打を、大竹博から代打で放った。軍公式戦全体では、 過去にシーズンを大きく上回る51試合に出場。本塁打は前日の一本のみながら、打率、237打点を記録し、2試合で3番打者を任された。この年も、保守登録を続けたが、一軍公式戦では12試合で外野を守った。一方で、保守としての出場は3試合だけにとどまった。出塁地の、坂倉広島 OB の前田智則を彷彿とさせる。 高い打撃センス、保守としては稀に見る長打力、50メートルで最速6秒3を記録した俊足の持ち主。保守としては、キャッチングの上手さ、投手の良さを引き出す、配球、観察眼に定評がある。さらに、高校2年時の夏まで保守以外のポジションも経験したことから、試合の流れを読む能力も高い。広島との入団交渉で仮契約を結んだ際には、 交渉へ同席したスカウト統括部長の園田里彦にスカウト歴40年で坂倉のような高校生捕手を初めて見たと言わしめた少年時代は地元の千葉県に本拠地を置く千葉ロッテマリーンズのファンだった憧れの選手には当時の生捕手でよくホームラン打ってくれたという里崎智也を挙げている広島との仮契約後の記者会見で チーム OB の前田健太に笑顔が似ていることを報道陣から指摘された。坂倉自身はその場で否定しながらも、かねてから前健にと言われていたことを明かした。ありがとうございます。